か決まってるよ。海による河川水位が上昇すると洪水が予想で、南海トラフ地震による巨大地震の発生により名張市で最大6強の震度となり、市内全域に避難勧告を発令し災害対応に当たるかとを想定としています。今回ですね、まずはその大雨が降ってで河川の水位が上昇してきましたという中で、そこに地震が発生するというね、非常にこう想定としては最悪な状況だと思いますけれども、こういうことがないということもないわけですからね。でこの中で今我々がいますこの防災センターが本部会場という形になっているわけなんですけれども、ここにもたくさん人がいらっしゃいます。この皆さんというのはどういった訓練をされているんでしょうか。はい、訓練内容は通常訓練です。震度6強の震度となりまして、はい、災害対策本部を警戒体制から非常体制へと切り替えております。はい、で各部署で災害想定を付与し災害対応に当たっております。でまた消防本部では消防団と連携し消火及び救助活動を行い、想定役の負傷者なんですけども、地域住民が避難地まで搬送する訓練をしています。あと名張市立病院はですね、事業継続計画BCP の訓練を行っております。大岩さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、まずですね、木津川上流河川事務所どのような組織なのか教えていただけますでしょうか。はい、国土交通省近畿地方整備局ということで、この淀川水系の上、はい、木津川上流域、それとまたこの名張市内に流れるこの名張川とですね、津田川を含んで、管理している事務所でございます。はい、まあ、非常にこう大きな河川がある場所ですよね。はい、防災としては、今年もこうたくさんの台風、上陸、それと今前線の雨といったところもありました。はい、名張市にもですね、3つほど台風来たんですけども、幸いにして今回大きな被災というところはなかったんですけども、はい、我々としてはこの河川の状況を把握している事務所なので、県庁や市役所、こういった関係機関と連絡を取りながらですね、被害を最小限に抑えられる、そういったことを行っている、そういう部署でございます。はい、共同愛護とボランティア精神に基づいて組織された市町村消防機関の一つです。自分たちの町は自分たちで守るという、まあ、そういう思いの中でこう活動されているわけなんですけれども、今回のこの防災訓練に際して消防団の皆さんはどのような活動を行っていらっしゃるでしょうか。はい、情報収集、伝達、ビルド、現場活動を行っています。ここから要請のあった、水害地域に対して現在ですね、水防土のを作成して、防水のための、対処を実施しております。この後また時間が、経ってからになりますが、はい、梅ヶ丘小学校ですかね、で、給食支援ということで、調理用の装置を使いまして、自衛隊が保有したんですね、装置を使いまして、豚汁と、あとアルファ米の方の炊き出しの支援をいたしております。はい、なるほど。その時に我々の仲間の一人が、まあ交通網とその情報の断絶を2つ同時に解決するのには、そのバイクだったら、車に入っていけないので少々悪い悪路でも行けるし、無線を使ったら、電話にそなたが通信しながら途絶えたとしても自由に好きな時に好きな場所でできるということで、そういうことをきっかけにして、この500人センターを結成いたしました。なるほど。まあ、見せていただいてですね、私が感じたことをですね、お話をさせていただきたいなというふうに感じております。で今日はですね、私はですね、3年間くらいですね、こちら名張市の方にお邪魔をしてですね、このように今運営訓練の拝見を継続して、来たところなんですけども、今日ほどびっくりしたのはですね、さらにこの去年よりも内容的にこう充実してきているということはですね、これ、
対策を協議する運営本部のですね、この中のこの報告とかですね、その辺も先ほど第2回目を拝見しましたけども、非常にこう充実しているなというふうに思っています。でそれぞれの対策班がですね、今やらなければならないことはこういうこと、で将来こういうふうなことが予想されると、これに対してはこういう、ね、対応をしていくつもりですので、そういうふうな話がこう報告がなされておりますので、これはですね、やはり最大のこの対応はですね、この局面だけの対応でいくのではなしに、将来どうこの変化をね、波及していくかとかですね、将来予測っていうのがものすごく大事になっていくと思います。